みんな、今日はエンジンルームにようこそだぜ。それでは一曲お聞かせするぜ。ブチパチブチパ、あの明日で俺は明日を生き抜くぜ。特殊約束をね、もう7個入れてます。クルーメイト陣営、シェリフ入れてます。シェリフというのはインポスターや第三陣営をキルすることができる役職です。間違えてクルーメイトをキルしようとすると自分が怪しんでしまう役職です。タイムマスターですね。タイムマスターというのはタイムシールドを使用中にキルされると、キル発生せず時間を巻き戻せます。決済入れてます。これもクルーメイト陣営なんですが、議論中に規定数ね、相手の役職を推測ゲソ、まあ、しゃべらせる。議論中に規定数相手の役職を推測することができる役職で、もし推測が成功したらその場で相手をキルすることができます。逆に、推測が失敗した場合は自分がその場で死んでしまいます。設定によってはインポスター陣営になる場合もありますね。表記としてはイビルゲッサーと表示されます。クルーメイトの場合はナイスゲッサーって表示されますので、よろしくお願いします。ナイスゲッサー、ナイス、はい、ナイスゲッサー。はい、続いてインポスター陣営、モーフィングを入れてます。コピー人間ですね。よいしょ。その人になりきることができます。コピー人間なんて作っていいのか、この世で。今日なんかやりづれた。どうしたの。不細胞があったってこと。結局やりづれな。今日結局あったの。ちょっと男子先生今話してるから静かにして。ちょっと男子歌おうよ、みんなで。歌歌とかダルいだろ、マジで。はい、続いては第三陣営入れてます。第三陣営入れてますよ。いや、マジ別に泣かしたわけじゃん。泣かしたわけじゃん。知らねえし、知らねえ人勝手に泣いてるんだし、別に。今日すげえな、マジで。もうやるか、もうやるか、もうもうやろうやろう、もうやろうやろう、もう。おいおい、何が起きる。ほらほら、やりすぎ。僕気づいたらシャワーに4してやってる。おい、誰がレプチンさん殺してるの。さっき生きとったぞ。聞いてくださいよ、タクちゃんとレプチンさんと一緒におったとこ俺見てるぞ。金髪俺結構でも最初のなんかあの挙動疑ってるんですよね。いや、もうこれもう絶対勝てんから、これ全然勝てない。ちょっと全然勝てない。これちょっといい、諦めたらいけます。全然怪しい。いきますよ、ちょっと勇気出し。金髪そんなこと言わねえわ。俺ナイスゲスターなんですけど、ドラフのダメだ。インポ、ダメダメダメ、インポかもしれない。もう無理だ、絶対勝てない。俺らしい未来がない。俺がここでやるしかない。やめろ、早まるな。死んでくれ、早まるんじゃない。ジャッカル、ジャッカル、なんでやろ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 。クルーです。あの、ハッチャンさんとレプチンさんと主人さんがいたんで、ハッチャンさん、ハッチャンさん、ハッチャン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 、なんでハッチャン行くの。どういうことやろ。なんでこんなバンバンいい試合になってるの。どういうことやろ。スイリダサ、スイリダサ、やめろ、スイリダサ、スイリダサ、やめろ、スイリダサ。よかった、チャンスや。終わるって、終わるって。で、どっちかが切ったらその人が勝つんですよ。だからアベレージ君が多分切るのが早かったアベレージ君の勝利。あー、じゃあカウボーイスタイル。カウボーイスタイルって何。右と左から走って、はい、あーそれね、だこりゃ任せなさい。レプチンさん、オラフ1際どいよ。オラフやばいよ、オラフ、オラフ1際どいよ。オラフ、オラフ、オラフ、オラフ1際どいよ。場所が悪い、場所が悪いって。無理やって、ゴー。嘘ちゃうの。嘘じゃねえよ。そうなったのかどうか。全員が予想してたって。絶対オラフ君切られるって。あれももう開いてるんですね。近づいたら切ります。近づいたら私はあなたを切る。知らんねえ。今見ました。私は目の前で番長が地雷ちゃんを切ってました。そうだ。俺は
シェリフだったからそれ以上突進さんが近づいたら切るぞっていう風に言ったのに、突進さんが近づいてきたから切るのもとかもしたら地雷ちゃんの近くに地雷ちゃんの近くに、めちゃくちゃかっこいいな。おいこれもしかしてスーパーファインプレーってやつです。これはいいよ、スーパーファインプレーだと思うよ。なんか、コメちゃんが大事な話あるみたいだから、あんた聞いてあげなよ。私たちはこっちに行きましょう。何ですか？番長さん、あの、体育祭で番長さんが18位からごぼう抜きして1位になったところを見て、授業中もずっと番長さんのことが頭から離れませんでした。まだ彼女とか彼氏とかっていう関係じゃないけど、結婚してください。早っ、早いな、気が早いな、すっ飛ばすなディズニー。結婚おい、ポンゼロ食ったぞ今。俺目線は消えたんだけどさ、今。うん、いや、ちょっとポンゼロ詳細教えてよ、だってじゃあ。そうよ、そうよ。なんか俺え？え？え？違うんだった。何だ？え？ナイスゲッサー、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 ナイスゲッサー。かわいそう、喋ってる途中やって。今ですね、僕。決定的瞬間見ました、レプチェンさん。ポンゼロさんが喋ろうとした時、中野内さんか詩人さんどっちか今不安って聞かれました。意味がわからない、意味わからない。なんか喋っとるから喋っとるからやって、そりゃ声が出たからって。声は出るだろ、誰だよ。使用使用三輪明宏か、言うてること。オーラが出た、オーラ出ちゃった。源太君よりも IQ が低いこと言っちゃいました、ごめんなさい。三輪明宏や。ズーさん、DJ やってよ、はい、DJ ズズが。はい、みんな、今日はエンジンルームにようこそだぜ。それでは、一曲お聞かせするぜ。ブチバチ、ブチバ。アモアスで、俺は明日を生き抜くぜ。アモアスで、誰しもが明日見るぜ。世の中は全て、闇だと思われがち。だけど、俺は結局、体ガチガチ。糸丸水産行って、どこまで食べるか行って、タラタラと垂れ流す卵を上から垂れ流す。チーズはどこ行った、そんなのどうでもいい。だからチーズを乗っけて卵をパクパク食べる、ザクザク食べる。ヨーヨーアモアス、ヨーヨーアモアス。天井から降り注ぐダイヤモンドはまるで猫の足、心が。あ、どうも、三輪明宏です。歌ありがとうございました。でもこれ武器を唱えんな、ここで。炙り出すことあるんで、ちょっと三輪明宏さんにちょっと。どうも、三輪明宏です。魔界の方からポンズ野郎さんから連絡あって、誰に殺すか。あらあら。電話通信のちょっと電話がなかなか繋がらなかったんですけど、はっちゃんさんはね、展開に行ってたんですよ。展開で行ってましたよ、うん、私は番長らしい。何でやねん。みやさーん、地雷ちゃんは今回のキルに関わってないと思うんですよね、3人で歩いてたんで。うん、あー、 DJ 組もないんじゃない、だから DJ 組ない。そうですね、DJ 組ない、DJ 組ないじゃない。勝手に DJ 組されてたんだけど、しじさんもできるんですか？何がですか？ DJ。 格好がもう DJ じゃないですか？あ、DJ っぽい格好してますよね。格好が DJ っぽい。あ、ズズさんとセッション、セッション、あ、セッション聞きたい。ズズさんいいっすか、セッション。オッケーだぜ、 DJ ズズだぜ。オッケー、おお、ヘイヨー。あ、ちょっと始まった、始まった、始まった。ヘイヘイヘイヨーヨー、今からリアクターが鳴ってる。この響きはまるでリアクター。リアクターのリアクションは滑らずともペンギンが腹の上で滑る。氷はまるで肉だが固めた女の子。ほうほう、イェイヨー。 K-U-R-U-M-A 車、 K-U-R-U-M-A 車。お前のお腹の中には何が入ってる？それはダイヤモンド、ダイヤモンド。上に投げた後も、それは全てが中野っち。中野っち、ダブル。え？か、か、おー、か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 、中野っちは中野っち、中野っちは中野っちを追いかけなくていいのっち。だ
それでもいいんですか？それはまるで丸いスイカ。油ゼリーが飛んでった先には防音シートでぐちゃぐちゃ。ソースをかけた防音シートを食べたらそれは杏仁豆腐。もうなんか確定なんですけど、ほぼ、詩人さんが左のリアクターのとこで死体の横にいました。はい、詩人さんなんでうろちょろしてたんですか、死体の周り。いやごめんなさい、それはマジでね、日本人じゃないみたいな動き、あ、違う、日本人じゃなくてそんなこと言うな違う違う、俺他国やってるじゃないみたいな動きしちゃった、マジ、あー違うんだ、俺じゃないんだ、信じてくれ、ノッツさん、俺じゃないんだ、本当に俺じゃないんだ、ごめん、ちょっと無理だ、違う、違うんだ、待ってくれ、俺じゃないんだ、いい DJ やと思っとったこれは良くないな、本当に日本人なんだ、俺本当に日本人ってなんだよ、終わったじゃん、もう、詩人さん何やってんだよ、詩人さん、ボタン押しちゃうよ、 DJ に行くか、ちょっと叱らなきゃいけないですよ、これは。あんなに4人で一緒にいたのに、なんでわからないんですか、最後傷つけだったんだよ、もうそう、そこが言いたい、あの傷は何、赤のちさん、あの傷は何だったの、のちさん。ベイベー、 E G G、 エッグ